Today's story is about power-assisted walking support system. I say here with evidence that ancient gods needed power-assisted walking support system. This system was to support ancient gods to walk on the earth because of its heavy gravity, and Marduk was one of them. His another name is Gilgamesh. Who is generally seen by scholars as a historical figure since inscriptions have been found which confirm the existence of other figures associated with him in the epic. Gilgamesh probably was a king who reigned sometime between 28,000 and 25,000 BC. Was he a god? Was he a demigod? Or was he a human being? But one thing is very clear. That is to say that he wore a power assisted walking support system. 古代の神々は歩行補助装置を身につけていました。ここでは最初にマルドク、つまり延期の長男を例に挙げて考えてみます。マルドク、またの名をギルガメシと言います。ウルクに紀元前2800年から2500年頃に実在した王と言われているからです。つまり、 身元がはっきりとしています。そのギルガメシは歩行補助装置を身につけていました。そのレディーフが証拠として残っています。で、今日は話をもう一歩進め。では、古代の神々は座ることができたかという問題について考えてみます。座ることができたのか、それともできなかったのか。もっとも座り方にもいろいろあります。縦膝を立てて座る縦膝。あぐらをかいて座るあぐら。それに日本人に馴染みの深い星座。 で、調べてみましたが、日本人が正座するようになったのは、それほど遠い昔からではないようです。一説によると、江戸時代からだそうです。が、それはともかくも、歩行補助装置を身につけていた古代の神々は、どんな座り方をしていたのでしょうか で、調べてみると、古代の神々は皆、椅子に座っていたことが分かりました。が、考えてみればおかしなことですね。逆に言えば、椅子という家具、つまり道具がなければ、座ることもできなかったということになります。つまり、休むことができなかったということになります。進化論の大原則に矛盾します。というような、回りくどい言い方はやめます。古代の神々は、この地球上では、歩行補助装置を必要として言いました。歩行補助装置がなければ、あることもできなかった。 地球の重力が問題でした。仮に、いつ、いつか人間が現在の地球の重力の数倍もあるような惑星に行った時のことを考えてみればそれがわかります。あなたの体重が一気に数倍になるのです。あなたは歩くことはおろか、自分の体を支えることすらできなくなるかもしれません。地球へやってきた神々つまりエイヤーにしてもそうです。だから歩行補助装置を必要としていました。 青森県で見つかった射光機道具をはじめ、日本で発見されている道具が皆一様に太い足で表現されているのはそのためと私は考えています。で、私はその座り方に注目してみました。どんな座り方をしていたかそれを調べてみました。それが今皆さんにご覧いただいている表です。バビロニアシュメール、アッシリアに残っているリーフでは古代の神々は座っているか椅子に座っているかのどちらかです。 興味深いのは、いわゆるギリシャ彫刻にしても大半が立像、つまり立っている像だということです。中に縦膝の女性像もありますが、星座やあぐらをかいて座っている像は私が調べた範囲ではありませんでした。レリーフを除いて椅子に座っている像も私が調べた範囲ではありませんでした。座るという習慣そのものがなかったということになるのでしょうか。えともかくも歩行補助装置を身につけている いたのでは、座ると言っても、椅子に座るしかなかったのではないかと、私は考えています。まあ、こうして表にしてみると、それがよくわかります。 で、表を見ながら皆さんに説明しますが、まあ、一番上がですね、動物の座り方ですね。で、それと同じような座り方をした像がですね、アムリカの橋の日でも見つかってますし、それから、アステカでも、そして、セルビアのビンカでも見つかっています。まあ、一番右の上の方ですね。そしてダ、ダヴィンチはですね、どういうわけか、縦膝の像、って言いますか、姿の絵をたくさん描いてますね。もちろん、星座であるとか、っていうのは、まあ、ないわけですよね。 しかしですね、まあそのあぐらをかいて座るというのは上から3番目にあるわけですけどもね、世界各地のまあ像にまあこうしたものがあるということですよね。日本、それから南米、それから、 あるわけですね。というか、これがですね、あの、大変珍しいんですけども、あの、いわゆるミトラ教の神事、地下でね、地下洞窟で、まあ、こうした神事をしていたわけですけども、ここに座っている人がですね、正座をしているわけですね。で、その人と同じようなされ方してたのが、奈良県、奈良のね、法隆寺に残っている、この、侍像と言われている像なんですね、えー。一番下の左ですね。あまあ、いわゆる、まあ、レピタリアン像ということになるわけですけどもね。 ま、人間じゃありませんね。で、この、瓶火で見つかっている像なんかは、これは椅子に座っているわけですね。ということは足が異様に細いということにも注意してください。なあち、古代の神々たちはみんなこう、椅子に座っていたということですよね。まあ、あのー、 あるいはその歩行補助装置をつけている、あの、像ってことでですね、日本の先ほど見ましたように、社光機道具であるとかね、仮面の女神であるとか、あるいは縄文のヴィーナスなんかはみんな太い足をしてますね。この続くビデオの中で縄文ヴィーナスがですね、歩行補助装置をつけていた、またその証拠も残っているということを皆さんに紹介いたします。ともかくも、古代の神々、まあ一番下の、まあ中央はですね、これはリーフに残っている、まあ、バビロニア、シリアの神々ですけど、でも椅子に座ってますよね。まあ、そして体が大きかったということですね。 で、人間と比べても2倍、1.5倍から2倍はあったと思われます。これはもう珍しいんですけど、いろいろ探してみたんですけどね。ギリシャ彫刻の中にはこのようにですね、まあ椅子に座ってると言いますか、っていうような像はありますけども、その、まあ今赤丸で示したところはですね、なんかこう縦膝を立てて寝転んでるって感じですね、まあ座ってるという姿ではないんですね。なぜギリシャ彫刻には座ってる像っていうのは、まあ大変少ないということですね。ご存知のようにほとんどが立ってる像なんですよね。 ま、足がないせいか、わかりませんけどもね。あの、はい。まあ、それいろいろ考えられますけどもね。まあ、要するにこうした像が、まあ、座るってことから考えていますとですね、やっぱり古代の神々は座れなかったんじゃないかというのが私の結論ですね。特に歩行補助装置をつけている神々は座ることができなかったんじゃないかというのは私の考え方です。 で、この一番右がですね、その歩行補助装置を使っていたっていう証拠なんですね。これはアッシリアで見つかったリーフですけども、足と黄色いのが足です、そしてその赤い部分が動力源って言いますかね、動力補助装置ということになります。その間が、空いていてね、向こう側にある衣服が透けて見えるってことです。これについての検証はこの続くビデオの中で詳しくしますので、またご覧になってください。で、今こうしてますとですね、椅子に座ってるのが多いってことですね。右が神で左が人間ですね。王に、どこかの王に、真剣を表す、まあ、王剣ですね、王剣を表すリボン付きの リンゴを渡しているところですね、まあ、こうした、その、王権を渡すことができたのはエンディルってことになるわけですね。まあ、地球の支配権を持っていたのはエンディルってことになりますね。その流れを組んでいるのがイシュタールってことになるわけですね。イナンナ、イシュタールってことになりますね。まあ、それともかくも、椅子に座っている。まあ、このイナンナなんかも、これ、こういったカラット付きでは座るのも大変苦労したんじゃないのかなと思いますね。で、今のその、イシュタール像に、まあ、歩行補助装置をつけたのが日本のジョモンビーナスってことになりますね。それについての証明もこの後続くビルの中でいたします。で、こうして分類して ますとですね、右の方が歩行補助装置をつけていた。そして左の方が、まあ、歩行補助装置を、ね、つけていないということはですね、地球動画が立っていますかね。まあ、いわゆるまあ 神々は今、まあ、いるとしてもですよ。地球には住んでいないと私は考えますね。いわゆる、まあ、動力園をつ,つけている神々というのは地球の外に住んでいるということですね。地球の重力は問題だということですね。言い換えますと神々といっても霊的、あるいはスピリチュアル的な存在ではなくて、まあ、私たちは考えているに遥かに現実的な存在だということになりますね。ということをまあ念頭のきながら続くビデオ。 古代の神々は歩行補助装置をつけていたというビデオをどうかお楽しみください。それでは皆さん、bye for now.ET with a walking assist device since he could not walk on the earth with his own feet. ギルガメシュ、つまりマルドクは地上では歩行補助装置を身につけていました。つまり ET であったということです。が、マルドクが ET であったとするなら、父親のウツナピシティム、さらにはその父親のエンキ、兄弟のエンディル、さらにはアヌオそしてアヌオの孫のシャーマシュ、およびイシュタールも皆 ET であったということになります。 で、このビデオでは、そのマルドックが ET であったことを皆さんに紹介、説明します。マルドックも歩行補助装置を身につけていました。つまり、半身、半人ではなく、ET そのものであったということです。で、今、ギルガメッシュ物語の、まあ、壁画を見ていただいてますけども、左がエンキドゥ、エンキ族ですね。そして中央にいるのがマルドックです。このマルドックの足を見てください。 それを拡大したのが右の図ですけども、明らかに歩行補助装置をつけています。つまり、マルドックはこの地上を自分の足で歩くことができなかった、イコール ET であったということです。これが物的証拠ということになります。左がアシリアの、まあ、レリーフですね。この、まあ、王も、あれ、神も、やはり歩行補助装置をつけています。 足と補助装置の間に、まあ、隙間があり、その向こうの衣服が透けて見えることに注意してください。詳しくは続くビデオの中でまた説明いたします。まあ、これが上の赤いところがですね、歩行補助装置です。そしてもう黄色いところが、まあ、本物の足だったということになります。まあ、現在人間はですね、右のような歩行補助装置を使っています。 もう一度ご覧ください。これが、まあ、マルドクが身につけていた歩行補助装置ですね。そしてこの、これがですね、歩行補助,補助装置だということがわかりますと、先ほど言いましたように、えー、エンリル、エンキ、そしてアヌオ、シャーマシ、そしてイスタールも同じ仲間、すなわち ET であったということになります。これが物的証拠ですね。で、みんなですね、ノアですね、 ウツナピシツムですね。そして、まあ、マルドックは、延期動画がなくなった、死んだ後ですね、悲しみに耐えかねて、このウツナピシツムに会いに行くわけです。それが、イギルが飯物語になっているわけですね。で、フランスのセリ・キムラさんから、まあ、このようなメールが届いています、えー。ウツナピシツムイコールのは、ということになりますね、ということですよね。もう、若いですね。えー、マルドックの、まあ、この物的証拠が出てきたということはですね、まあ、下の方に言いますけども、マルドック。 左の下の方です。ここですね。マルドゥックです。その、まあ、あの、父親である、まあ、エンリまあ、ンキですね。エアと書いてあります。中央です。エアが、まあ、あの、ET であり、そして、兄弟のエンリル、そして、その父親のアヌオ、みんな ET であったということになります。そして、アヌオの、番孫である、イシタール、そしてシャーマシですね。 中央上がイシタール、そして右がイシャーマス、みんな ET であったということになります。そして、今、言いましたようにマルドックのお父さんがエエ、ノアですね。わかりやすければ。そしてそのノアのお父さんがアヌ王ということになるわけです。このように神々は、まあ、こうした線でつながれているということですね。そしてその、まあ、 今日紹介しましたように、マルドゥックが ET である。歩行補助装置をつけていた ET であるということになりますと、その、まあ、上のですね、えー、神々は皆 ET であったという、えー、ことになります。なちマルドゥックの右の、右のこの足が、その証拠ということになります。 とまああのミトラかミトラ地から取ったということになるわけです。これニレベルですね。上あのイラクの北,北の方にあります。ニレベルです。でこのニレベルでですねあのまあマスクが見つかってるわけですね。それで今言いましたそのゲルガメシュタで下の方のウルクなんですね。まあウルクなんですね。ウルクまあちょっとここで写真が交差しますけどもあ下があイラクの下の方がウルク。そして上がニレベルです。そしてそのニレベルでですねこんなマスクが見つかってるわけです。 なぜこのマスクを紹介するかというとですね、この顔が、いわゆるギルカミ氏の顔と一致するということはですね、ギルカミ氏というのはかなり大きな勢力を持っていたということを皆さんにこう、ちょっと知っておいていただきたかったからなんですね。ただ、あの、要するに、まあ、あの、ペルシャ一帯を、まあ、ギルカミ氏が支配してたということですね。まあ、いわゆるマルドックが、あの、まあ、 アヌオがですね、今から4000年ぐらい前に、まあ、ネビルで帰るわけですね。これあの、シッチンの、えー、解読した文章によればですね、その時に、まあ、マルドクを、まあ、残すわけですね。そしてその時から、まあ、ヒタールまあ、葉とですね、それから、マルドク派が対立するわけです。で、まあ、ちょっとこのマスクを、これを見ていただくとわかりますように、まあ、一見すると違って見えるんですけどもね、細かいところを精査していくと、同じと言ってよろしいんでしょうかね。あのー、 感じしますね。このヒゲも上下に段に分かれてますしね。でから、作り方ですよね。ですから、まあ、左のは、左はですね、オーバーオーヘルメットって言うんですけども、まあ、顔全体に被っていたわけですよね。じゃあ、なぜこんなマスクを必要としたかですけども、まあ、いろいろと意見が終わりになるかと思いますね。ウルクが下手、上が2レベルですね。ですから、かなり距離が離れてるんですね。まあ、イラク大きいですからね。で、それにもかかわらず、こうした同じものが見つかっているということは、まあ、 単純に考えればですね、影響力がそれだけあったということになるわけです。で、これギルガメッシュですね。ライオンを軽々と抱いてますよね。ということは、それだけ大型の大きな人だったということになる。まあ、と、あの、神々は背は高かったんですよ。まあ、 私の印象では3メートル前後あったというふうに考えています。要するにこれがギルガメシ、ュなわち、マルドックになるわけです。そしてこの足をですね、先ほど精査しましたように、これはもう歩行補助装置をつけていると。足で残っているレリーフと比べてみると、それがよくわかるということですね。そして、左がエンキドゥということになります。で、このエンキドゥが、まあ、死ぬわけですね。そこでまあ、友達が亡く、が死んだということで、マルドックは下に来るんですけど、同時にそれはですね、今まで経験したことのない自分の死というものを、まあ、 考えるようになるわけです。それで、えー、ゲルガメッシュは、ウツナピシチムに、いわゆるそのノアにね、会いに行くわけです。ノアというのは、まあ、あの、大洪水でも生き残った人だということでね。で、このお父さんになるんですね。まあ、系列的に考えますとね。ですから、マルトクのお父さんがウツナピシチム。そのウツナピシチムの、いわゆるノアのお父さんが延期いうことになりますから、延期の、まあ、孫いうことになるわけですね。で、この足、まあ、先ほど精査しましたけども、もう一度見ていただきたいんですけども、この足ですね。で、これは、あのー、 いわゆる補助装置ですよね。これは身の方は、アッシリアのレリーフですけどもね。で、こ、あの、私がこれね、あの、じあの歩行補助装置だと気が,気がついたのは、この、この、このレリーフで気がついたんですよ。で、これ見てて妙な足だなと思ってましてね。そしてこう、見てましたら、この補助装置と足の間にこう、隙間がありましてね。そしてその隙間の間から、あ向こうの側のね、衣服の、まあ、衣服の、が見えてるわけですね。わかりますかね。この今、丸い部分と、それからあの、 細い足、この黄色いのが細い足ですけども、この細い足との間に隙間があって、その向こうにですね、衣服が見えてるんですね。で、横,じ横線と言いますか、横じわがですね、一致するんですね、またね。 ま、ですから、一見レリーフこう、雑に作ってあるように見えますけども、ひっめて丁寧に作ってやるということですね。そしてサンダルと足をつなぐ紐のようなものもよく見ると分かりますね。ここの部分ですね。ここに隙間があるわけですね。ここが重要なんですね。で、これでまあ気がついて、他のレリーフを見、見つけて、見ましたら、やっぱりこの歩行補助装置のようになっているものもありますね。なってますね、みんなね。それで、この間に隙間があって、向こうの衣服が見えるのは、はっきりと分かるのは、私が調べた範囲では2体です。 まあ、これが二つ、まあ、一つでも十分なんですけども、二つありましたからね。これで、まあ、歩行補助装置だということが、まあ、分かったわけです。となると、まあ、その、なんて言いますかね、あの、古代の神々というのはですね、まあ、まあ、あの、マルト君がね、その歩行補助装置を使ってたということになりますと、その、まあ、上にいる、ンキさらには、その、アヌオ、そのアヌオの孫のイシタール、それからシャーマーシュ、まあ、それがキリスト教を立ち上げるわけですけども、キリストも、まあ、マリアも、 あの、いわゆるもっと現実的な存在であったということになるわけですね。いわゆる霊的な、いわゆるスピリチュアル的な存在ではなかったということですね。まあ、それは、あの、これではっきりするわけです。なあち、まあ、こういった地上で生活する上においてですよ。いわゆる歩行補助装置を必要とするような、まあ、方たちであったということになるわけですね。そこが、まあ、この、歩行補助装置の、まあ、ポイントということになりますね。まあ、ただ単にね、神々が歩行補助装置を使ってたということだけではなくて、私たちが、まあ、考えている、まあ、 神的な存在というものは、まあ、あの、少なくともスピリチュアル的なものではないということに、まあ、結論が出てくるわけです。で、ンガーニフルサングとイスタールですね。このニフルサングの足も、ちょっとこう人間離れしているということで、まあ、ここに紹介しておきました。で、マルドクの足もやはり、ね、ニフルサングというのは延期の妻ということになっていますね。だけども延期の妻は、あの、まあ、あいわゆるまあ、せ、あの、 いわゆる半神半人だった、半人、半身だった、要する半人、半人、半分神で半分、まあ、人間だったということですね。ですからは、早く亡くなったみたいですね。あの、シッの解読した文子によればね。で、間違えたのは私がですね、あの、いわゆるその、 いわゆる一般説に従ってですね、マルドクは、いわゆるその、デミガト、半身、半人であったという説に基づいて、まあ話を進めたもんですから、間違えましたけども、まあそれはね、あの、乱ケさんが指摘してくださったように、それからまあ今、足を見てわかりますよね。これはもう半身、半人の、あ,あの、 神ではないですね。まさしく ET そのものであるということです。いわゆるその、エイディアンそのものであるということですね。で、まあ、マルドックは今、同じ繰り返しになりますけど、同じ資格の中にいると。で、こ左上、延期、これは間違いです。延期ドゥですね。延期族ということです。あの、私の間違いです。それはま、前後この訂正させてください。それで、まあ、ハイブリッドの、まあ、奥さんと、あー、間に生まれた子供だってなりましたけども、あの、マルドックはあの、神ですから、あの、 延期、まあ、あの、いわゆるその、なんて言いますかね、息子になりますと、そうするとあの、三人の息子の一人ってことになってしまうんで、まあ、それちょっとまた今度調整してみますけどね、ノアには三人の息子がいましたからね。 で、ここで、あの、ちょっと、こう、ここにこういうふうに記述があったもんですからね。三分の二、えー、デミゴトだと書いてありますからね。ですから、ここで間違えたわけですが、しかし、まあ、あの、足を見る限り、まあ、半人半身ということはありえませんね。まさに神そのものであったということですね。それで、シッチンの、この、解読した文章をですね、まあ、これからちょっと紹介しますけども、これはある意味では非常に重要な文章なんですね。あの、いわゆる、まあ、それを、全文じゃありませんよ。あの、解説文ですからね。しかし、ま、丁寧に訳して、 てみましたが、まあ、エンリルの長男のマルドクと。ここではそういうふうに書いてあるんですね。あの、しかし、エンリル、エンキの長男は、うつぴな、うつティムで、まあ、ノアですよね。そしてその息子が、あマルドクな。まあ、この辺の関係はちょっとまだ、これから詰めていきますけども、要するに、エンキの流れを組む息子であるということですね。魔王か息子か,か、まあ、ちょっとは、というのは神々の世界というのはですね、あの、人間のその、いわゆるその、親子兄弟、 っていう感覚は合わないんですよね。ある時に、今まあ、まあ、どこからかですよ。子供をあてがわれて、まあ、育てられるわけですね。いい例が、その、ミトラがそうなんですね。まあ、あの、アナヒータは、その、ザラストラの妻でもありますけれども、ミトラのシテメルはアナヒータは母親になるわけですね。しかし、その、母親であると同時に、ミトラの今度は姉にもなるんですよね。そういった関係で、まあ、あの、 ま、成長とともに言って言いますか、人間関係ある、それを呼び合う呼び、呼び方はね、変わっていくということです。で、イナンナっていうのはエンリル派だったわけですね。で、ま、そこで、ま、この時代から、ま、おそらく、紀元前2000年頃、ま、ちょうど、えヘ母ジョだろうが滅ぶ頃からですけども、えイナンナと、それから、マルドクが、あの、いわゆる対立関係に入るわけです。で,で、ま、しばらくは、あの、平和になってますかお互いにこう、尊重し合ってた時代があったように思いますね。ウルクには、あの、イナンナをね、 あの、イシュタールを特別に、え、た、と、投入させるようなね、地域も作ってありましたからね。ですから、初めからこう、対立してたわけじゃなくて、徐々,徐々に徐々に対立していったわけですね。それで、まあ、特にあの、ミトラがですね、まあ、紀元前500年頃から生まれて、そして、まあ、あの、チペルシア一帯を、まあ、その前はね、ドラスタ教があるわけですけども、支配するなんて勢力を持ってきたわけですね。で、そこに、まあ、危機感を抱いたイシュタールがですね、シャーマイと組んで、キリスト教を立ち上げたという、まあ、筋書きなんですね。 で、これがウルクのレリーフですけども、ここでもちょっと間違え、前回間違えました。左上にあるのがこれ、シターの文章で、中央がシーンですね、お父さんですね。太陽のあ、月の神ですね。月の神で、そしてみんなですね、シャーマシュ、太陽、ウツですね。まあ、シャーマシュ、あの、シュメルでは、ウツ。それからバビロニアではヘ、シャーマシュ。それからギリシャ神話では、ヘリオスというふうに名前が変わりますけども、変わるというか、もういろんな呼び方をするわけですね。ですからまあ、この左にいるのは、やはり、そうやって考えますと、延期 エンディルってことになるんですけどもね。わかりません。あの方かもしれません。これだけでは。あの、まあ、あの、いろんな解説がありますけどもね。それぞれの学者の方がですね、まあ、自分の解釈で名前をつけてますので、そうだというふうに書いてある、まあ、ひ、碑文でも残ってればね、間違いはないんですけども、そうでない限りは、まあ、一応、まあ、 すご、少しこう、横に置きながら、そういった説明も読む必要があるということですね。で、右の方が、エンキドゥで、そしててくるな、流ってくるわけです。流ってくるわけねあ。一番上頂点のあのオです。で、アヌオがですね、まあ、あの、よく、アフラマザーと混同するんですけども、アヌオっていうのは地上に来てたようですよね。だけだからまあエン、あヌオが、ま、その、アフラマザーの名前を語ってたってこともあるわけです。そして、まあ、今から4000年ほど前に、アヌオ以下、まあ、エンリルたちがですね、あの、 帰っていくわけですね。延期も帰ったと思いますね。残ったのがマールドックなんですね。でマールドックはまあ、反抗的だったために地上に残されると。そして孫娘のイシタールも地上に残るんですよね。そしてこの両者の確率が、か、てか、確率がですね。 激しくなって、そしてまあ、対立関係に入ると。そして、12月25日、当時の日にミトラが、母、あの姉、姉ひたのもとで、まあ、諸女解体して、馬屋で生まれるわけですね。そこで3人のマギがやってきて、ミトラの誕生日を言うわけです。最初にいるのが、これが、あの、 いわゆるカンブジア。二番目がスタ、ストダーナ・ゴータマ。あの、ブタのお父さんです。そして三番目が、ダリウスということになるわけです。ダリウスは、紀元前522年の7月1日に、ペルソポリスで即,即位するにしますよね。ですから、まあ、これ顔を比べてみますと、ダリウスの顔と三番目の、その、ダリウス。同じですね。ということはやっぱり一番前がカンブジア。そして二番目が、ストダーナ・ゴータマ。シッタルタ・ゴータマ。ブッダ。私たちブッダと呼んでいる、ブッダのお父さんになるわけです。三番目が、これがダリウスですね。顔同じですね。ヒゲの 感じがですから、やっぱりこれは三人のマギマギというのは、ですから固有名詞だったわけですね。まあ、キリスト教の方では一般名詞にしてますけどもね。一般弁詞にしないとまずいもんですから。まあ、要するに、まあ、キリストの誕生にはこの三人のマギは立ち会うことはできなかったわけですよね。だって五百年も間が離れてますからね。要するに、えー、えぇ、あるとシャーマーが組んでキリスト教を立ち上げたというわけです。その、一番左のイエスの顔とですね、でから、あの、ザラスタルの顔。またこれは同じなんですね。あのー、 なぜ同じかということは、まあ、皆さんご想像の通りだと思いますけども、要するに、えミトラクをそっくりコピーして作ら、作られたのが、キリスト g ー a r d s are more realistic with working assist devices. ってことになりますね。えー、神々は、 歩行補助装置を身につけていた。つまり、私たちが考えているよりも、はるかに、現実的であったということですね。で、最初に気がついたのはですね、この、まあ、足での神ですね。この神の、まあ、足を見ていただきたんですけども、やはりどこかおかしいんですよね。で、これは、まあ、あ、ふくらはぎなどをですね、丁寧にこのように表現したというふうに、まあ、理解されていたのでしょうかいるのでしょうかこの足に注意してください。えー ま、手もですね、あの、腕の方もおかしいです。が、まあ、この向かって右側の腕もおかしいです。そして、皆さん注意深くご覧くださいね。この足もおかしいですね。どこか人間のようで人間のようでもないってことですね。そして色付けをしてみました。この黄色い部分が本来の足と思われます。そして、右の赤い部分が 歩行補助装置と思われます。その証拠にですね、足と歩行補助装置の間に隙間があり、その向こうに、まあこの神が身につけていると思われるであろう衣服が透けて見えてるんですね。チ部からご覧ください。で、ここに隙間があるということが分かったわけです。それで私は、この神は歩行補助装置を身につけているということを知りました。で、いろいろ調べてみますと、こうした歩行補助装置をつけている 神は、まあ、たくさん見つかったんですね。というか、逆に言いますと、ほとんどがこうした歩行補助装置をつけていることが分かりました。中部からご覧ください。これがまあ、決定的な証拠ということになるわけですね。あの、下の一番下段のですね、ひだ、ひだひだって言いますか、え線が表現されてますね。で、左もあそうなんですね。同じように、やはりこう、 足と、そして歩行補助装置の間に隙間があり、その向こうの衣服が透けて見えているのがわかります。そして足は異様に薄っぺらいですね。この足では地上を歩くことはできなかったものと思われます。まあ、下の緑の部分がですね、あの、サンダルということになります。あるいは、あ連続性を持っていたのかもしれません。よく中深くご,ご覧いただくとわかりますように、マルド君はそうでしたけども、足とサンダルをつなぐこう紐のようなものも見えますね。 で、こうして、まあ、あの、歩行補助装置いてものをですね、神々が身につけているということを、まあ、私は発見したわけです。と同時にですね、まあ、この神々、すなわち、マルドック、それから、えー、アあの王に至るまでですね、そしてその、えー、孫娘のイシュタール、そしてシャーマーシュ。イシュタールとシャーマーシュはね、まあ、組んで、キリスト教を立ち上げ、上げるわけですけどもね、シャーマーシュがイエスという名を語り、そして、まあ、あの、キリスト教を立ち上げますけども、私たちが神々と呼んでいる、ま、あ、 エイリアンですよね。人間ではありません。まあ、大変現実的な存在であったということですよね。補助装置というのはこういうものなんですね。いわゆる、ま、足の不自由な方がですね。まあ、あの、こうした補助装置をつけることによって、ま、歩けるようになると。そういうことなんですね。で、ま、そうしたものを、その、神々も必要としていた。言うまでもなく、地球の重力が問題であったわけです。そしてもう一つ大きな問題は、光だったでしょうね。 ま、光。ですから、ま、地上の光というのは、あの、宇宙と比べて、はるかに眩しかった。あるいは、神々の住む、ま、母星といいますかね、元の星よりもはるかに明るい。ま、大気に包まれてますからね。光が乱反射して明るくなるわけです。ま、その二つですね。もちろん、あの、大気であるとか、大気、あの、いわゆるね、この空気ですね。それから、その、まあ、 もろもろの病気なんだか、何かも問題になったでしょうけども、それはまあ数万年あるいは数十万年という時の流れで克服できたものではないかと思います。えともかくこれが歩行補助装置ですけども、もう一この紙、えー、の足を見てください。えー、足がまあ薄っぺらくて細いですね。これはアフラマザーの足もそうなってますよ。それからこの緑の部分がまあ衣服であると。それはいいですね。そしてその足と歩行補助装置の間に隙間があり、その向こうに衣服が見えていると。 それをまあいろいろ言いましたらこのようになったというわけです。えー、まあこれを、まあ皆さんがどう判断なされるかわかりませんけども、そして横線がですね、あの一貫性でつながってますね。今ちょっとブルーでお見せしましたけども、そしてまあこういうふうにして歩行補助装置をつけ左もですね、一番左のまあ,あの歩行補助装置をつけてる紙もですね、あの布の横線がですね、水平線がつながっていることに注意してください。ここに関節があるんです。これはあの何かのまあジョイントじゃないかと思います。 これは1486号ですけども、えー、古代の神々はエイリアンであったということです。で、歩行補助装置というのは実は見つかっているんですね。右があ、これがあの長野県知能市に見つかった、えー、仮面の女神です。そして左がですね、えー、セルビアのビンカーで見つかった、えー woman、女性、sitting woman となってますね。英語の説明は、座っている女性ということになっています。で、この、もう一度この、え仮面の女神を見ていただきたんですけども、 この仮面の眼鏡と、そして右の、右がですね、セルビアのビンカーで見つかった、まあ私が見つけたんですよ。そのビンカーで見つかった、そのシティングワーマンとはコンセプトは似てるんですけど、足の太さが違うじゃないかというのをおっしゃいますよね。で、まあ日本の土偶はですね、みんな足が異様に太いわけです。まあ埴輪も例外でありませんね。しかし、えー、あの、甲府ね。 山地県の甲府の、にはですね、左下のような歩行補助装置、なわち下半身だけの土偶も見つかっています。そして右の下のように、セルビアの文化ではですね、下半身だけの、やはり土偶が見つかっています。まあ、下半身だけの土偶があるということはですね、こうした土偶を日常的に神々は使っていたということになるわけですね。これは、あの、縄文のヴィーナスですけども、この足のところを見てください。何か変な線が、ラインがありますね。 中部深くご覧ください。このラインは何かってことで、まあ、随分私は謎に思ってましたけども、これも私は歩行、補助装置のであるというふうに判断しました。異様に太い足ですね。というのは、ビンカで見つかった、あ、ごめんなさい、ペルシア、バビロニアで見つかった、ミソパタで見つかっているイシタールゾーはですね、異様に逆に足が細いわけです。 まあ、それは、まあ、注意してみていただくとわかりますけども、なぜそれほどまでに細いか。逆に言いますと、あまりにも細くてですね、地球の、この、われになてますか、重力には耐えられなかった。だから、このような歩行補助装置を必要としたと、私は考えたわけです。このラインですね、あの、変、まあ、まあ、奇妙なラインがありますね。ズボンのような、ズボンのないようなラインがあります。で、ジョーモビーナスをあ、もう一回見てみます。これは、まあ、皆さんご存知の、えー、長野県千野市、 腰がして見つかった縄文ビーナスです。この腰のところのラインに注意してください。で、右がですね、石とある像です。 バビロニアのイスタールです。このイスタール像はですね、腰は太いんですけども、足が異様に細いことに注意してください。そして、まあ、バビロニア、あれからのあのセルビアで見つかっているイスタール像もです、まあ女性像もですね、あの、座ってるんですよね。いわゆる立ってるっていうよりも座ってる像が多いわけです。そして、まあ、比較してみて分かるといただ,分かっていただけるように、まあ、コンセプトが同じだということですね。胸の表現の仕方。そして、頭のヘルメットも同じように表現されています。そして、まあ、あの顔はお面ですよ。 この右の、あの、このシスターのお面は、そのものがズバリ見つかってますからね。そして左の方も、え、いわゆるその縄文ビーナスの方もですねあ、現地で見ていますと、このお面の部分ですね、赤い部分が、中の方へ内側へグッと掘り込んでありますからね。明らかにお面です。そして、長野県同じ地区、うちの市で見つかったあー、仮面の女神も、いや、後ろで紐で結んでありますね。なわち、仮面だということです。そしてこの足がですね、右は異様に細く、左は異様に太いということですね。そこで、はや、はや林 まあ、だいぶね、多くの方にこう理解されるようになりましたけども、当初は、まあいろ,いろいろと叩かれました。要するに、縄文ビーナス、イナンナ説です。まあ、この縄文ビーナスというのはイナンナであるということですね。で、まあ一番左は、まあイナンナ、まあ、イナンナですね。そして、こういうふうに、まあ、まあ、 右二つもこれ、イシタール、イナンナ像ですね。まあ、あの、シュメールではイナンナ、日本でもイナンナですね。そして、バブリオニア、ミサポタメリではイシタールと呼ばれました。こうした仮面も実際に見つかっているんですね。ま、これがあの、ジョーモンビデダスの仮面と一致します。カフィルメットの上の、上についてる点々と言いますか、ね、穴のようなも、それから、このラインの表現の仕方、同じですね。 そして、このヘルメットのコンセプトですね。同じなんですね。そして、もう先ほど繰り返しになりますけども、この、この両者二人ともお面をかぶっています。そうしたお面も実は別に見つかっています。イナンナ・シュメールですね。そして、この、イナンナは言いました。私はイナンナよ。私はイナンナなのよ。どうして日本の皆さん分かっていただけないの私はイナンナなのよ。と、林博史は懸命に訴えています。 ま、これは、パワーアシストゥス、いわゆるウォーキングスーツですよね。で、今、それを具体的に説明しますが、この部分確認してください。ここが、まあ、縄文ビーナスの非常に、ま、か大切な部分です。こうして、ま、体をとっていますと、歩行補助装置だけが残ります。こうしたものを身につけて、まあ、あの、日本のね、あの、縄文ビーナス、なち、縄文イナンナって、私、呼んでいただきたいと思います。林博史の縄文イナンナ説です。 ね。情もいなな,なせ楽、楽しいでしょこうしてすっぽり入れて、そして細い足、すなわち、まあ、歩,歩行できなかったわけですね。それはあの、あ、あも県で見つかっている車高機道群もそうですし、埴輪もみな足が太いわけです。異様に太いのは、この地上では歩けなかったってことになるんですね。 そして、まあ、こうして歩いて、そして、え、仮面の、え、女神も同じように歩行補助装置をつけていたってことになります。そして、え、車高機、土偶もこのように歩行補助装置をつけていたってことになります。まあ、歩行補助装置施設も、林宏市施設です。え、ご留意ください。そして、こうして歩いていたということになります。 まあ、林博士ってことをね、最近たびたび言うようになりましたのはね、簡単にもうパクられてますからね。まあ、とても残念なことのように思います。そして、まあ、これは歩行補助装置だということです。まあ、皆さん、ご自身でご確認ください。 最近、これ、本当に大変によく似たものが作られていますね。最近、地元のですね、S 自動車会社さんがですね、こういうものを作っていらっしゃって、いわゆるその、古代の神々と同じものを作ってますよという連絡をある方からいただきました。私のビデオを見てからですよ。これがま、アシリアの神の歩行補助装置です。もう一度ご確認ください。ここはとても重要なところです。この赤い部分がサンダルということになりますね。そして、この黄色い部分が足ということになります。 で、昨日でしたかね、ある方から連絡がありまして、古代の神々は、かか、かかとがなかったんだってことを、あの、言われているんだけども、これを、これを見るとかかとがなかったっていうことが納得できましたっていうことを書いてくださった方もいらっしゃいます。ま、あ確かにこうしてみるとかかとがないような感じがしますね。連続性を持って足が、足の、まあ、足にね、つながっているって言いますか、客が足につながっているっていうんですかね、感じがします。そして、あの、この背景ですね。 繰り返しになりますけども、この足と歩行補助装置の間に隙間があり、その向こうには、まあ、この紙が着ているであろう衣服が透けて見えます。透けてというか、通り抜けて見えますね。そして、この衣服の横線がですね、一致していることに注意してください。 この横線ですね。矢印で今示しましたけれども、この横線が一致しているところに注意してください。そして、色分けしてみますと、このように、まあ、その古代の神々の衣服が浮かび上がると同時に、足と、そして歩行補助装置の間の、間の隙間が、まあ、よりよくわかるということです。この左だに注意してください。だんだん左だですかね。こうして、まあ、古代の神々は歩行補助装置をつけていたということを、私は発見しました。ここに隙間があります。 注意深くご覧ください。これがですね、手がかりになりまして、冒頭に言いましたように、古代の神々は、私たち人間が考えている以上ってますかね、とは違って、霊的な、あるいはスピリチュアル的な存在ではなくて、もっと現実的な存在であったということですね。もし、神々が霊的な存在であるならば、こんなものは必要としなかったはずですからね。そうでしょ常識で考えてください。常識というか、あなたの良識で考えてください。 そしてその霊的スピリチュアルの存在というのは、まあ人間がですね、まあはっきり言えば人間の傲慢さがですね、作り上げた巨像ということになるのではないでしょうか。だいたい神がですね、人間の姿をしていること自体がおかしいのです。それは人間の思い上がりというもんですよね。そうでしょあの神々というのはもっと人間を超越した存在ですからね。もっと言いますと、神というのはありとあらゆる生物、動物にまたがって存在する、まあ、 いわゆる存在ですからね。存在する存在っていうのもおかしいですけどもね。ですから、あの、なんて言いますか。人間の姿に似せてしまったっていうことは、逆に言いますとね。じゃあ、馬や牛。 猿や豚には神がいないのかということになりますしね。さらに1万年前の人間にはいなかったのかということになりますし、人間だってこれからどん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 姿を変えていきますからね。1万年後、あるいは10万年後の神も今のままで良いのかということになりますけども、多分人間のことですから、どん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 その時代時代に合わせて変えていくでしょうね。なお、この神の顔はですね、ヘルメットですよ。このヘルメットであるという証拠も多分この続くビデオの中に出てきますけども、ヘルメットをかぶり、そして手には、魔、ま、法、あ いわゆる補助装置をつけ、足には歩行補助装置をつけていたってことになります。この手に握っているのは武器ですよね。いわゆるこの武器も以前証明いたしました。そしてこの手もですね、変なところに行きますか、お金しところに腕が2つに分かれてますね。まあ一方が腕であり、一方が補助装置であると私は判断しました。そして腕輪のようなものをはめてますね。何かの特別な装置のように思います。で、アフラマズターも先ほど言いましたように、大変細い足をしているのが分かります。 まあ、ひょろひょろっ言いますかね。そして、ビンカーの、シッティングウォーマンの話をもう一度しておきます。このシッティングウォーマンですね。座像ですね。女性座像ですけども、この、まあ、二つの、まあ、写真が手に入りました。で、比べてみますと、あの、肩幅がカクンカクンと曲がっている、日本の、いわゆる縄文道具とコンセプトが同じですね。そして、脇の下には大きな空間ができています。これは、あの、あ 仮面の女神ですけども、やはり脇の下に空間ができています。肩幅がカクンカクンと曲がっています。で、足が違うじゃないか。足が違うじゃないかとおっしゃいますよね。ちょっと待ってくださいね。顔を比べてみてください。えー、顔の、まあ、三角形、逆三角形になってますね。そして点々の、まあ穴が開いてるところも同じなんですよ。 そしてお腹、そして特におへその作り方が全く同じであるということです。この耳のところをちょっと見てくださいね。これはあの、現地行って調べましたら穴ではなくてくぼみですね。まあ、そういった違いはありますけども、こうしたところに、同じところに同じように、まあ、穴が表現されているということです。これを違うという方がおかしいですね。あセルビアのンカというのはギリシャのやや北部です。にあるところですね。そこでこのような土偶が見つかっているということです。まあ、この左の土偶も私が、林宜が見つけました。 で、このお腹のおへそですね。このおへそを見てください。あの、特にあの、この一番左のおへそと比べるとわかりやすいです。ちょっとこう見にくいかな。ちょっと盛り上がって、そして周,周辺部が盛り上がって、そして穴が開いてってことですね。で、この二、えー、つを比べてみまして、皆さんはこうおっしちゃいますよね。足が違うじゃないか、足が。 なるほどね。足が違いますね。ちょっと待ちくださいね。もう少し検証しています。えー、耳のところ、口のところ、同じように穴が開いて。そして、肩はですね、えー、上、仮面の、女神の方はくるくるっと円が書いてあります。そして、おへそ。このおへそを見てください。注意深く。これはよくわかりますね。ちょっと斜めですから、光の加減でよくわかりますけど、全く同じだということです。 これがですね、数千キロも離れて、敏、え、感、ー、で発掘されてるんですよ。そして、どちらがどちらへ行ったかですけども、縄文文明の方が古いんですよ。この右の、えー、仮面の女神は今から6000年前、紀元前4000年頃に作られたと言われています。左の方ははっきりしていませんけども、あー はい。これが、あの、ビンカーで見つかった下半身だけの、えー、土偶ってことになりますね。で、これをですね、体に当てはめていますと、すっぽりと生えるんですね。まあ、こうしたあ、下半身だけの、えウォーキングマシンをつけていた。で、えー、山梨県の甲府でも同じようなものが見つかっています。県立高校館にこれが陳列されていました。 これも私が、まあ、見、見ました。発見しました。で、これを歩行、補助装置だいうことに気がついたわけです。で、結論ということになりますけども、えー、仮面の女神ですよね。えー、そして、えー、これがセティングウーマンですね。夫人座像と言いますかね。そして、左下が、ジョモンビーナスです。そして、右が、これが、まあ、イスタール像ですね。バビロイナのイスタール像です。で、左の方は足が太い。 右の方は足が細いという形で表現されているわけです。まあこれは歩行補助装置を身につけているんだと考えれば何でもないわけですね。そして、えー、この車高機動具も脇の下が空いてますね。カクンカクンと型番広くて。そして、埴輪もやはり同じコンセプトです、えー。同じように足が太いってことですね。ですから、えー、左四つはですね、日本側。右四つは、まあ、東ヨーロッパ。 側ということになるわけですね。まあ足の表現の仕方が違うと。そして、えー、繰り返しになりますけども、弁化では右下のような歩行補助装置、ま、って言いますかね、下半身だけの土偶が見つかっていて、そして日本でも左下のような下半身だけの土偶が見つかっているということです。どうか注意深くご覧ください。まあこれが、い田ある像ですね。そしてこのような、 歩行、補助装置を身につけていた。つまり、神々は私たちが思う以上に現実的な存在であったということです。私はあなたとそれほど違わな,ない生活をしていたということになりますね。いわゆる少なくともスピリチュアルな存在ではなかったということになります。 そ,れその上の神のことは分かりませんよ。しかし、少なくとも、この地球上にやってきた神々は、えー、非常に現実的な存在であったということになるわけです。ですから、この仮面の女神はこう言っています。私はね、歩行補助装置が必要だったの。だって歩けないもん。私だって必要,して必要,と,必要としてたのよ。私だってこれがないと歩けないんだ。なんてことを、まあ、日本の神々は言っていました。 ということで、まあ、今日はですね、神々の歩行補助装置、すなわち、まあ、マードバルトクのね、歩行補助装置から始まってですね、まあ、明らかな証拠が出てきましたので、そして、地球にいる神々は、皆、歩行補助装置を必要としていた、という話をしました。どうも最後までお聞きくださいまして、ありがとうございました。